ローハンデニスは、オーストラリア、アデレード出身の自転車競技選手、ロードレースとトラックレースの両方で活躍した、ローハンデニスとも表記される。2012年、オーストラリア選手権、U23 にて、ロードレースと、個人タイムトライアルの、両タイトルを制す。ツアーダウンアンダーでは、ウニサオーストラリアチームとして参加し、山岳賞、新人賞と、 数ある賞を獲得した。2013年、ガーミン・シャープに移籍。クリテリウム・デュド・フィネ第4ステージにて、区間2位に入り、マイヨ・ジョーヌを手にした。2014年、ツアー・オブ・カリフォルニア第3ステージにて勝利、山岳での強さも見せた。8月、シーズン途中で、BMC レーシングチームに移籍2015年、ツアー・ダウン・アンダー第3ステージにて山岳を、 生死初の UCI ワールドツアー区間優勝。そのまま、総合ジャージを守りきり、総合優勝も勝ち取った。2月9日、スイスグレンヘンのベロドロームにて、アワーレコードに挑戦。52.491km の新記録を樹立。ツールドフランス2015では、第1ステージの個人タイムトライアルを制覇し、グランツールでの勝利を手に入れた。2018年、 ジロディイタリア第16ステージの個人、タイムトライアルにて優勝、ブエルダー・エスパーニャ第1ステージの同じく個人、タイムトライアルにて優勝し、すべてのグランツールの個人タイムトライアルで優勝した、初の非ヨーロッパ人選手となった。2019年、バーレーン・メディダニー席。しかし9月13日付で、契約解除となった。世界選手権の個人タイムトライアルでは、 BMC の黒塗りされた TM01 で2連覇を成し遂げた。NTT プロサイクリングに遺跡の噂もあったが、チームイネオスと2年契約が結ばれた。イネオスではピナーロボリーブ TT アルカンシェルカラーが用意されている。ありがとうございます。